制御、またはコントロールは、明示的な主語を持たない、不定詞などの埋め込み不死に見られる現象のことである。この仕組みを解明することは、統合論の長年にわたる目標である。このような不定詞を取る動詞に、例えば英語のホープが挙げられる、の術語動詞ホープは不停 in t h ンザゲームをコートし、さらに2 in t h ンザゲームの主語は明示されていない。この構文では、ツーインザゲームの死後は、 ホープの死後と同じの海だと理解される。つまりこの文は、ナオミはその試合に勝つことを願っていると解釈できる。の文はのように言い換えることができる。の文では、ホープはザット説をこうとしており、ザット説の同種ウィンの主語は C として明示されている。この公文では、ザット説の主語の C を、ホープの死後と同じの海だと考えることも可能だが、全く別の女性と読むこともできる。 すなわちこの文は、と同じ解釈とともに、ナオミはその試合に勝つことを願っているという解釈も、持っている。のように明示的な主語を持たない、不定詞が埋め込み不死として現れたとき、その不定詞の主語の指示対象が問題となる。のホープの場合には、明示的でない不定詞主語は、ホープの主語と同じものを指示し、他のものを指示しない。このことを、不定詞主語を、主語が制御しているという。 公述するように不定詞主語が目的後にコントロールされる場合もあり、不定詞主語をコントロールしている要素は制御詞と呼ばれる。における、ホープのように、不定詞とそのコントローラーをコートする動詞を制御動詞、構文を制御構文という。チョムスキー1981、マンジニ1983、ホーンスタイン1999などによれば、コントロールについて、 議論の余地はあるものの、おおよそ以下のようなことがわかっている。ありがとうございます。